本のスーパーで感動したというロシア人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本は買い物天国、ロシア人女性が見つけた日本のスーパーでしかない信じられない光景とはの話題です。海外、日本に行ったらスーパーマーケット巡りをしよう。日本のスーパーマーケットは清潔感があり、品物がきちんと並べられているのが一般的です。また品揃えが豊富で、食品以外の商品もいろいろと売っていますよね。そんな日本のスーパーで感動する外国人さんも少なくないようです。今回ご紹介するのは、日本のスーパーで感動したというロシア人女性によるエピソードです。彼女は母国と日本のスーパーを比べ、日本は買い物天国だと語っていました。一体どんなところに感動したのでしょうか。早速ご紹介していきます。日本のテレビ番組をよく見ていたの。父親の影響もあったかもしれないわ。父は日本製品が大好き。電化製品はほとんど日本製のものを使っている。壊れないし丈夫で長持ちする。それにデザインがシンプルでいい。かなり年季の入ったラジオがあるんだけど、それも日本製。確か山陽だったわ。もちろん車も日本車、トヨタよ。日本の車は頑丈で素晴らしいっていつも言っている。そのせいかテレビで日本の番組をやっていたから、つい見るようになった。好きな番組はプロジェクト X、 黒沢の映画も好き。7人の侍が大好きよ。日本語を勉強していつか日本語を活かせる仕事に就きたい、そう思うようになったの。日本留学を考えた時、真っ先に父親に相談したわ。日本で勉強することには賛成してくれた。ただ留学費用が結構高い。学費以外にも生活費がかかるし、日本で働きながら勉強することにした。もちろん母も賛成してくれた。ただし毎日もしくは数日おきに必ず連絡をすること、それが条件だった。留学先を決めてからは毎日慌ただしかった。留学するにはある程度の日本語ができないといけないから、毎日必死だったわ。ビザの申請や入学準備、学校にはアパートメントタイプの学生寮があるから、そこで生活することにした。学生寮だから家賃はかなり安い方だ。それに学生には1人1台自転車が支給される。これはありがたい。学校まで行くにも買い物に行くにも自転車が使えるの。おかげであまり電車やバスには乗らなかったけど、乗った時は驚いた。車内が綺麗で静かだし、時間に正確なの。学校生活はなかなか充実していたわ。アルバイト先を紹介してもらって、週に何日か仕事をすることにしたの。レストランのお仕事よ。アルバイト先では日本語しか話さないから、仕事しながら会話を覚えていったわ。学校で知り合った日本人の友達に日本の映画のことを聞いたことがある。不思議なことに誰も黒沢の映画が好きだという人がいなかったの。日本なのにどうしてかしら。ロシアで見たことがある日本のドラマの話をしても誰も知らないみたいだったわ。日本に来て驚いたこと、それは買い物が楽しいということ。こんな感覚はロシアでは味わえない。なんていうか、買い物に行くこと自体楽しいの。コンビニも好きだけど、スーパーでの買い物はものすごく楽しい。ロシアのスーパーとは全然違うから。スーパーに入るとき、買い物かごとショッピングカートのどちらかを選ぶ、これは同じ。でも日本の場合はどのスーパーでもショッピングカートが無料なの。コインを用意する必要がないから楽だと思った。店内が明るくて清潔感があるの。商品はほとんどが包装されているわ。ロシアのスーパーで果物を買うときは量り売りだから、自分で選んで袋に入れる必要がある。日本の場合はすでに包装してあって、しかも値段が貼ってあるから分かりやすい。いつ見ても新鮮だし、当たり外れがないところも素晴らしい。量り売りの果物って下の方に潰れた果物があったりするの。野菜も新鮮なものばかりよ。お肉やお魚もそうね。変色した商品なんて見たことがない。日本のスーパーやコンビニでは好きな時にアルコールを買うことができる。時間に関係なく、これはすごい。パパが見たら驚きそうだわ。
アルコールの種類も多いの。ジュースみたいな見た目のアルコール飲料もある。驚いたのは店員の接客態度。みんな笑顔なのよ。キャッシャーの店員だけじゃなくて、商品を並べている店員も笑顔。もしも何か質問すれば、間違いなく笑顔で対応してくれるわ。ロシアのスーパーで笑顔で対応する店員には出会ったことがない。日本の店員と比べるとなんだか怒っている感じ。まあそれが普通だと思っていたけど。店内で驚いたことはまだある。それは BGM が聞こえてくること。私は学生寮の近くにあるスーパーを利用している。行くたびに同じ BGM が流れているから覚えてしまった。とてもポップで楽しい BGM なのよ。面白いのは魚売り場だけの BGM やお肉売り場だけの BGM があるってこと。最初は意味がわからなかったわ。ロシアのスーパーでは BGM なんてない。人の声くらいしか聞こえないわね。キャッシャーの店員は何か特別な教育を受けているのかしら。ロシアのスーパーはキャッシャーでは商品の値段をチェックしてもらうだけ。レジを通した商品は全て自分で袋に入れないといけない。ところが日本のスーパーと来たら、買い物かごに商品を入れたままキャッシャーに持っていけば、あとは全部店員がやってくれるの。商品の扱い方がものすごく丁寧なのよ。それでいて素早いの。買い物かごに入った商品をレジに通して、袋にきちんと入れるか、空いている別の買い物かごに移していく。重いものは下の方に、軽いものは後から上に乗せていく。卵はプラスチックのパックに入っているけど、それでも丁寧に一番最後に上に乗せてくれる。割れないようにしているのよ。柔らかくて潰れそうなパンもそう。他の商品をカゴに入れてから最後に上に置くのよ。レジを通した商品をそのままどんどんカゴに移し替えるなんてことはしないの。牛乳パックとかペットボトルとかの重くて潰れそうなものはカゴの下の方に入れていく。あんな風に商品をその場でバランスよく並べ替えるのにはかなり練習が必要なんじゃないかしら。私には絶対できそうもないもの。私が買い物カゴに入れた様子と店員が入れ直した様子は全然違う。パックに入ったお肉やお魚なんて袋に入れる前に別のビニールに入れてくれるのよ。パックとラップの隙間から水分が漏れちゃうことってあるじゃない？別のビニールに入れてくれるから、もしも水分が漏れても他の商品にくっつかないの。そのまま袋に入れていたらペットボトルとかに生臭い匂いがついちゃいそう。とても素晴らしいサービスだと思うわ。サービスといえば、雨の日には雨の日のサービスがあるの。スーパーの入り口に傘用のビニール袋が用意されるのよ。最初は細長くて何を入れるのかわからなかった。でも他の人が傘を入れているのを見て納得。雨で濡れた傘をそのまま持って歩くと店内の床が濡れて滑ってしまう。だから傘用のビニール袋に入れて雫が垂れないようにしているのよ。これはスーパーだけじゃないの。大型のショッピングモールでも見たことがある。雨の日のサービスは他にもある。普段はコンビニで傘は売っていない。でも雨の日には傘やレインコートの販売をしているの。天候に合わせて商品を並べるなんて細かいサービスは日本にしかないんじゃないかしら。私はスーパーで食材を買ってきて料理することが多い。でも時々作るのが面倒になることだってある。そんな時はすぐに食べられるおかずを買えばいい。スーパーでは一人で食べきれる量のパックのおかずをいろいろ売っているの。おかずの種類も多いし、かなり美味しい。ご飯とセットになったお弁当も売っている。食材もかなり少ない量で分けて売っているのよ。何日かに分けて使わなくても、一度の料理で使い切ることもできる。これはかなり便利。お弁当やおかずは夜遅い時間になると安くなるの。きっと安くして売れ残りがないようにしているんだと思う。安いと言っても古いわけではないし、節約生活をしたい私にとってはとてもありがたいサービスなの。夜の安くなる時間帯を狙って買い物に行ったっていいしね。スーパーでは新商品コーナーが設置されることがよくある。新しい商品を見るのはとても楽しい。時々季節限定商品も見つける。これはコンビニの方が多いかもしれない。季節によって商品のディスプレイも変わるのよ。よく覚えているのは夏のディスプレイ。バッグに海の絵が飾ってあった。竹が飾ってあることもあったわ。日本には季節ごとにいろいろな文化行事があるから、それに合わせたディスプレイをしているのよ。
スーパーで買い物をしていて季節の変化を感じるなんて面白い。私は食材やおかずを買いに行くことがほとんどだけど、スーパーには食品以外のものもいろいろあるの。料理に使う小物、アルミホイルやプラスチックのお皿、スプーンとかタオルとか、カセットコンロにサンダル、自転車、肌着まで売っている。コンビニはコンパクトにまとまっていて便利だけど、スーパーはもっと広くてもっと品揃えが豊富。だから時間があるときはつい色々と眺めてしまう。入り口の近くにあるベーカリーも好き。種類が多いの。焼きたてのパンのいい香りがして必ず買ってしまう。スーパーに買い物をしに行くことが楽しいなんて。日本滞在中に何度も通ったから、スーパーの店員の何人かとは顔見知りになった。ゆっくりとした日本語で説明してくれてとても助かったのよ。もうすぐ留学期間が終わる。日本は買い物天国。ロシアに帰るまでにもう少し買い物を楽しもうと思う。以上がエピソードの概要です。そんな日本のスーパーマーケットの素晴らしさは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のスーパーは素晴らしいね。でも毎日スーパーで寿司を買って全財産を使い果たしそう。ああ、自分もあんなスーパーマーケットで買い物をしてみたい。日本に行ったら観光地巡りじゃなくてスーパーマーケット巡りをしよう。日本のスーパーマーケットの惣菜売り場って遊園地より面白いわよ。日本のスーパーを見ると日本って暮らしやすいところなんだろうなって思う。日本って一人暮らしにちょうどいい大きさや量で食材を売っているわよね。例えば卵とかも6個入りがあるじゃない？韓国では基本15個入りだから使い切れずに消費期限を過ぎてしまうこともあるのよ。製氷機や輪ゴムが用意してあったと思う。いろいろと気が利く感じなの。これはすごいことよ。だから好き。以上が海外の反応です。単なる食材を売る場所としてだけでなく、外国人さんにとっては今や観光スポットの一つにもなっている日本のスーパー。品揃えの豊富さや様々なライフスタイルに合った量で販売する点などが好評のようですね。これからも日本のスーパーは世界中の人がショッピングを楽しめる素敵な空間であってほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。